はい、豊田翼です、えー。このチャンネルはですね、私、豊田翼が、えー、日常生活で得た気づきや学びを発信する、えー、チャンネルでございます。えー、今回の <laughs>、えー、テーマはですね、えー、と私の、えー、今後の発信活動についての、えー、決意表明 であったたり報告をさせてていいだきたいなと思っております今回するお話大きく分けて3つございます。まず一つ目がですね、歴史に名を残す発信をすること。そして2つ目が自分のペースは崩さない。そして3つ目が紹介型の発信をする。今回この3つについて <laughs> お話をしていきたいなと思っております。 はい、それでは早速1つ目なんですけども、レ、え、シーナを残す発信をするですね。まあ、これはあの言葉の通りなんですけど、えっ、ー、と、なぜまあ、えっ、ー、と、この発信をしようかなと思ったかというとですね、えっ、ー、と、本日、休みの休み時間にですね、えーと、中田敦彦さんの YouTube 大学見てました。えーでその え、動画ですね、えっと、フロー動画と、え、ストック型動画っていう話が、え、出てきました。え、それ、そちらについては、えっ、ー、と、説明欄に、え、動画のリンクを、え、貼りますので、そちら見ていただければ、あの、いいかなと思います。あの、やはりね、さすが中田敦彦さんっていう感じでもうすごく面白いんですけど、まあ、で、僕はその動画に影響されて、<laughs> えっと、まあ、なんだろうな、今後も、まあ、残るような発信がしたいなというか、えっ、ー、と、 自陣、まあ、ネタだったら、もうそこで賞味期限切れで終わりなんですけど、まあ、古典というか、まあ、何年、ここに見てもまあ面白いような発信をしていきたいなという思って、この目標を掲げました。<laughs> えで、もう一つ理由を掲げるとですね、まあ、歴史に名を残すと、まあ、当然、世の、僕が死んだ後も世の中、えー、あの時の世の人に知られると思うんですけど、えーと <laughs> 僕自身がですね、ご先祖様のこと全然知らなくてですね、えっと、し、知らなくて、なおかつ、あの、知りたいと思ってたんですけど、でも知る術がないじゃないですか。ただ、今の時代はこういった形で、えっと、自分の <laughs>、えっと、コンテンツが、まあ、良、まあ、くも悪くも残る時代なので、まあ、僕はこういった動画であったり、まあ、SNS の投稿であったり、で、えっと、形として、まあ、世の中に、えっと、残していきたいなと思いました。えー、まあ、僕の、 <laughs> 子孫がですね、まあこれを見るかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあでも少なくとも見ようと思ったら見れるよっていうことで、まあこういう目標を掲げました。それが一つ目ですね。で、二つ目がですね、自分のペースは崩さないということなんですけど、まあこれはなぜこれを思ったかというと、あの、僕がこういう動画発信をしていると。で、それについて、いやなんか、まあ周りの人いろいろ言ってくれるんですけど、えっと、 まあ明るくなった方がいいよと。テンションもっと上げた方がいいよみたいな言われて。で、それに関してはちょっと僕としましてはもう嫌ですと。<laughs> やりたくないですと。まあ理由がまあ一つございまして。まあ単純に僕のキャラクターじゃないっていう。まあだからやりたくないっていうことですね。<laughs> で、で別にそれはあの好き嫌いとか好みとか。 とかだけじゃなくてですね、本当に僕に向いてないっていうことなんで、まあやりたくないですね。まあ向いてないことで勝負しても絶対勝てないんで、まあどうせならね、あの、僕だって勝ちたいですし、だからやってますし、まあまず向いてないことはやりたくないっていうのと、えっ、ー、と、まあ向いてないことって続かないじゃないですか。で続かないと勝てないじゃないですか、ね。だからダメなんですよ <laughs>。あの、 続けるっていうのはすごく価値があると思ってまして、まあ、なぜかっていうとですね、あのまあ、勝手にライバルがいなくなるってことですね。まあ、市場から相手が勝手に退出すると。そうなってくると、極論を言えばですね、僕が大したことなくても、まあ、市場に生き残ることができるということで、えーとまあ、継続するために、まあ、この自分のペースはちょっと。 まあ、キープしたいかなと思って、まあ、こういう目標を掲げました。えー、で、3つ、最後、3つ目なんですけれども、えー、紹介型の発信ですね。まあ、これは、まあ、単純に、いいものは、やはり世の中に残すべきだし、まあ、普及すべきだと思ったんで、例えば、ツイッターとかで、まあ、面白い人を見つけたりとかしたら、やっぱりリツイートしたいですし、えー、僕自身が、まあ、いい、なんだろう。 ツールとか本とか、まあすべてですよね。本当にいいもの、お気に入りのものを見つけたらやっぱりシェアして、広めて、なんかその、発信している人に僕自身もなんか貢献したいというかいう思いがありますね。えっと、やはり、まあ僕のコンテンツであろうか、他人のコンテンツであろうか、いいものは残るべきですし、悪いものは残る、あ悪いものはやっぱりあの滅びるべきというか、<laughs> あの、 まあ、市場としては勝手に、あの、そういうシステム、あの、競争倫理が働いているので、あの、勝手にいいものは残るし、悪いものは残っていくというふうにはあるんですけど、まあ、たまにごく稀にですけど、やはりなんか悪いものが残っていいものが残ない、残らないみたいなことも、まあ、あるじゃないですか。まあ、それにちょっと嫌なんで、えっ、ー、と、僕自身としてはやっぱり、<laughs> あの、発信、いいものは、ちょっとなんか、どんどん紹介して、まあ、 していきたいなと思います僕全然インフルエンサーじゃないですけど、あとまあ、そういうことをやっていきたいなと思ってますし、でもし僕がインフルエンサーになったら、やはりそれはなんかどんどんその影響力をも正しい方向に活用していきたいなという風な思いで、まあそういう目標を立てました。えー、以上がえと本日のえと内容でございます。えー、本日も。 最高の一日をお過ごしください。それではさようなら。